義式の親指はイギリスの小説家アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち9番目に発表された作品であるストランド・マガジン1892年3月号初出。同年発行の短編集シャーロック・ホームズの冒険に収録された。大半のホームズの物語は ホームズのもとへ依頼人が訪れるか、すでに依頼を受けておりそれに、ワトスンを誘うという導入だが、本作はワトスンがホームズに依頼を仲介するという、珍しい導入となっている。1889年のある夏の朝、ホームズと別居して開業医に戻っていた、ワトスンのもとに、親指を切断された男が治療に訪れた。彼は、ビクター・ハザリーという水力医師で、 ライサンダースターク大佐という痩せたドイツ人の男から高額の仕事を依頼され、危うく殺されるところだったという。ワトスンは彼をホームズの住むかつての下宿へ連れて行き、その体験をホームズと共に聞くことにした。水力技師として独立したものの、全くなかず飛ばずだったハザリーの事務所にライサンダースターク大佐と名乗る人物が訪れ、内密にするよう念を押して、 巨大な水圧器が故障したので、原因を調べてほしいと依頼する。大佐の話では、自宅の敷地に酸性白土の層があるのを発見したが、それは両隣の別の人物の土地に広がっていたため、まず自分の敷地内にある酸性白土を掘って、それを売った金で両隣の土地を買おうと考えているため、秘密にしているのだということだった。酸性白土を掘るのに、 なぜ水圧器を使うのかと聞くと、掘った酸性白土をレンガのように圧縮して運び出すのだという。不自然なところの多い仕事に疑問を抱きつつも、五十ギニーという高い報酬に釣られて引き受けたハザリー。指定された真夜中近くの汽車に乗って駅へ着くと、約束通り馬車が迎えに来ていた。それに乗って駅から7マイルと言われていた距離を走り、とある屋敷に着いた。 だが馬車が走った時間から、実際には12マイルはあっただろう。案内されと部屋で一人待っている時に、片言の英語を話す、謎の婦人が現れ、すぐ逃げるようにと警告される。その警告を無視して、水圧機のところへ連れて行かれたハザリーは、機械を動かしてみて、部品の一部から圧力が漏れていることを突き止めた。スターク大佐ともう一人の男ファーガスンに水圧機の、 故障原因を説明し、仕事を終えたハザリー。再び一人になったところで水圧機本体の中に入り、ランプの光で底面の鉄板に付着しているものを発見した。それは土ではなく金属の白片だった。水圧機の本当の使い道は何なのか。それに気づいたスターク大佐は、ハザリーを水圧機の中に残したまま機械のスイッチを入れて作動させた。 天板が下がってきたアーテル・ハザリーだったが、側面の板張りに隙間を見つけ、板を剥がして水圧器から抜け出すことができた。ランプの砕ける音がして、機械の上下の鉄板ががっしり合わさる。ハザリーは謎の夫人の案内で2階の部屋へ逃げ込んだが、包丁を持ったスターク大佐が追いかけてきた。ハザリーは窓から飛び降りようとして、窓枠にぶら下がったところで包丁が振り落とされ、 親指を切られた。地面に落ちて気を失いかけたが、なんとか庭の茂みの影に隠れそこで気絶した。ハザリーが目覚めたところは、あの屋敷ではなく、別の場所だった。夜明け近くになっていたので、何時間も経過しているはずだ。近くに駅があったので、汽車に乗り、傷の手当てのためロンドンに帰って、ワトスンのところを訪れたのであった。ホームズは、昔の新聞を取り出してきて、 ハザリーに見せた。そこには一年前に一人の水力技師が夜の11時に下宿を出たきり、行方不明になったと乗っていた。ホームズたちはロンドン警視庁に行き、警部と刑事に同行してもらった。ハザリーの降りた駅に着くと近くの屋敷が燃えている。昨夜のうちに出火したらしい。ハザリーはその外観を見て、彼が行った屋敷に間違いないと言った。 ホームズは12マイルの距離は6マイル往復しただけと話す。その屋敷にはベッカー博士という英国人が住んでいるらしいが止まっている男は体型からしてファーガスンだろう。スターク大佐たちは偽金作りの一味で水圧機で防金もどきを作っていたがその場所がわからなかったと警部が言う。火事の原因は水圧機で潰されたランプであろう。 そして朝早く、箱を積み込んだ馬車が数人を乗せて出て行ったとの目撃情報があったが、その後の足取りはつかめなかった。沈下してから、水圧機の残骸、大量のニッケルとず、そして切られた人間の親指が発見された。ハザリーが隠れて気絶した茂みには二人分の足跡があったので、心優しい夫人とファーガスンがハザリーを運び出したと思われた。 儲けと親指をなくしたと嘆くハザリーに、ホームズは得たものは経験だと語った。窓から脱出するハザリー、ジャック・トレイシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮島さみち役、川で処防審者、2002年、91ページ。ありがとうございます。